白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。あーし、エピソードルフィ怒りのうちクマの異変ですね。やっていこう。レディーファイト、カモン。イワちゃん使うのは初めてになるね。オーイエス、ナイス、オーナイスダメージ。あれ、クマじゃねえの？何ドラフミンゴ出てきてんだ？ワッツ、やめときな。話しかけても無駄だぜ。アウチ、アメルルルルクマと呼ばれてた、あいつが死んだよ。つい先日だ。政府の科学者、ドクター・ベガパンクの最後の改造によって。こいつは、とうとう完全な人間兵。あ、またクマ出てきた。ここでキャラクターチェンジかい。正確には、元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。まだ政府の言いなりに戦うだけの化け物。パシフィスタ PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたの。ああ、いかん。ノノノノノ。痛い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 。あとちょっとで倒せるのに。なんだか知らないけど。痛い痛い痛い。何その波動拳。ずるくない？その体に叩き込んでやっちゃう。痛い。おお、KO。また負けた。前回のチャプターと同じじゃないか。めっちゃむずいんだこのゲーム。全然勝てねえ。相手ちょっと似たいキャラクターいるのずるいよな。こっち一体だけだぜ。また足の顔を忘れてみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。わーお、何このコンボ。わーお、かつて僕にクマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ。政府の科学者、ドクター・ベガパンクの最後の改造によって、えい、とうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれ。ノーノーノー、なんだなんだこれ、何この技。政府の言いなりに戦うだけ。いていて、全然攻撃できない。何これ何これ。意味がわからない。 PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのよ。よっしゃ、あースケよ。ふー、勝てた勝てた、よかったよかった。難しいな、全然ダメだ。えい、おー、レベル2レベルになった。よっしゃ、レベルアップね。はい、今回はエクストラチャプターを実況しましたよ。次回はこちらですね。メインチャプター、思わぬ再会。こちらをプレイしていきたいと思いますので、お楽しみに。グッバイ、また会おうぜ。